運よく、小指の爪一本引っかかりましてね、なんと合格することになったんですよ、ね、で、その合格をして先生のところに報告に行きましたね。先生のおかげで、先生の後輩になりましたって、ありがとうございますって言ったら、ありえないぐらいの握力で握り返されましたね。初めて後輩ができましたって、よろしくっつって、痛い痛いみたいな、なんかちょっと、そう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 、もう本当だから私ね、学校の教員になった時に絶対合格発表の時は全力で握りしめたろうと思ってね、そんな風に思ったんですけど、で、その、大学に行って科学の授業がやっぱあまりにも面白いんですよ。だもちろんその先生のおかげで科学大好き人間になったでしょうから。ほんで科学の研究者になるのも悪くねえなと思ってね、うん、で当初の思いですっかり忘れて、こんな素敵な学校の先生になるっていう思いがいつの間にか忘れてて、ね、科学の世界に行ってえなみたいなことを思ってたら、大学2年の秋口ぐらいに希望調査の紙が来たんです。あなた教員採用試験受けますか、それとも大学院の試験受けますかみたいなのがやってきて、あ、俺学校の先生になるためにここに来たんやったと。でも私ね、優柔不断で決められないんですよね。学校の先生になるって思って、あんな人になりたいと思って来た、だけど科学の世界めっちゃ面白い、どっちにしようどっちにしようって決められんのですわ、うん、で決められんで、もう提出期限が近づいて冬休みももうすぐやっちゅう時に、どうしようどうしようどうしようって思ってたら、その高校の先生の顔が浮かんだんです、うん、あ、この人に相談しに行こうって、俺が世界で一番大好きで尊敬してる先生やからって、ね、どうせ俺は決められんのやから、この先生にアドバイス受けた通りに俺人生行こうと思って、で、久しぶりに高校母校を訪れるんですけど、私が訪れる2週間前にその先生が亡くなられたんです。亡くなられた。頭真っ白になりましてね、なんでと思って、でその先生の告別式に出られた先生から全部聞くことになるんですよね。その実はその科学の会社に勤めてらして、かなり優秀な方で、で出世されてその工場では責任ある地位にいらっしゃった、だけどそれを辞めて学校の先生になってるんです。みんなから止められたって、お前いなくなっちゃ困るんだよって、なんでって、ででもそのいや学校の先生になるのが夢でっつって、その会社には辞表を出して、で教員採用試験を受けるんですけど、それなんでかって言ったら、検診に引っかかってるんですよね。検診に引っかかってがんだったんです。でその当時は本人告知はない時代だったので、奥さんに言ったんです、話がね。で奥さんに言って、奥さんはもう3日間悩んで考えて、でもここで伝えずにね、夫が亡くなったらもう死んでも死にきれんと思って泣きながら、先生に伝えた。そしたらその自分のもう命にピリオドを切られた、もうあと幾ばくの命もないっていうのが分かった。その時にこの自分がお世話になった科学の素晴らしさや楽しさを若い世代に受け継いでほしい、若い世代に伝えて俺は死にたいと思って、そこから一念発起して、教員採用試験受けて一発で合格して教員になった方なんですよ。だからその時にめっちゃ分かったんですよ、なんでこの人だけ俺の心をバンバン抜いてくるんやろうなって。同じこと言うんですよ、同じこと言っても他の先生の言うことなんて右から左について流れるのに、その先生が言うとドストレートに響いてくるんですよね。それがなんでかっていうのがすごく分かった。命を懸けて自分に科学の楽しさを伝えようとしてくれてた、命を懸けて命のバトンを渡そうとしてくれてたんです。だからもう帰りのその自転車越えで私のバイク止めてたんですけど、ヘルメットかぶった瞬間にもう涙が抑えられなくなりましてね、もう本当に滝のように流れるんですよ涙が。でワンワン泣いて、あ、俺がこのバトンを受け継いだんやって、だから先生の大学に行ったんや、俺は学校の教員になるってそこで決めて学校の教員になったんです。すごいですよね。うん、でもそうやってなったんですけど、一番最初に行った学校は市内で一番荒れてる学校だったんです。やばいスクールウォーズがぴったりみたいなね。それがね、いつしか私もその何の人間力も育ってない、教科指導力もない、ね、ただあるのは若さだけ。だからもう体当たりで子供たちにぶつかっていく教員になってしまっていた、ね、鉄拳制裁で子供たちと向き合うような教員になっていた、ね、だから毎日私自分自身との戦いですよね。帰ってから、お前こんなことをするために学校の先生なんだか、
お前なんだよって、お前の思い何だったんだよ、やればできるっていうのを伝えるために学校の先生になったんじゃねえのかって、お前がやってることは何なんだよって、俺みたいなやつがいないとこの学校成り立たねえんだよって、しょうがねえだろって、俺は今もう何にも力がないんだって、この若さで向き合うしか力がないんだ、いつも自分と自分との戦いだ、だからもう学校やめよう学校やめようって何度も思ったんです。でもね、やめようやめようって思ったら必ずその先生の顔が浮かぶの、でその先生は笑顔で何もアドバイスはくれるわけでもない、ただいつも笑顔で、その笑顔しか浮かばない、でもその先生の顔を思い浮かべたら、いや明日まで頑張ってみよう、いやもう一日だけ頑張ってみよう、そんな風に、ね、不思議と思えてね、で気がついたら21年もやっとったんですよね。だから自分が教員としてその、まあ、ずっと長く勤めてこられたのはもちろんそのね、素敵な子供たちや素敵な先生に出会ったっていうのもあるんですけど、その私が若い頃にね、心のスイッチ入れてくれたその科学の先生のおかげやなって思ってますね。いまだにそのスイッチ切れてませんからね。いまだにね、なんか壁に当たったり辛いことがあったりした時にやっぱり浮かんでくるのはその先生の顔なんですよ。だからその先生の顔が浮かぶと、もうちょっと頑張ろうって思える。でも自分もいつか誰かのそんな存在でありてえなってすごく思いますよね。子供たちが逆境に陥った時に自分の笑顔を思い浮かべてくれたら嬉しいなって思います。ひょっとしたらそれがお天道様のように生きるっていうことなのかなってね、最近なんかそんなことを思うようになってきたんですね。なんか私は歴史の話をする中で、例えば日本統治下の台湾に渡った先生たちが本当に命をかけて教壇に立ち続けた話とか、あるいは終戦直後の満州でね、ほら日ソ不可侵条約を破ってソ連軍が来る、いつ死ぬかわからない、そういう中で親たちがね、やっぱりね、子供の教育だけはね、ギリギリまでね、与えてあげたいって、その学校に通わすんですよ、いつ殺されるかわからない中をね。で、学校の先生たちの多くはもう日本に引き上げて、で残ってる例えば満鉄、満州鉄道の割と幹部の職員さんとかまだ残っていて、そういう人たちが毎日ね、自分の人生の中で最もその心に残った話とかを授業でしてくれたって、そのやっぱり命をかけた授業ってね、素晴らしい授業だったみたいなんですよね。そうですよね。でもまあそのやっぱりその科学の先生の話とか台湾や満州での話っていうのはやっぱり特別な事例かもしれないけれども、でも各国だって私たち人間って本当に今日死ぬかもわからない、本当はいつも死と背中合わせなんだから、本来は誰もがその気迫を持って、ね、毎日生きて毎日仕事をするべき、だって後からしか分からないよね、あれが人生最後の日だった、そうですよね、そうですよね、でもいつが最後の日になっても悔いはないっていうような生き方をしなきゃなっていうのを、私はいつもそういう歴史の話をしながら思うんですけど、まさにタマちゃんの、その先生との出会いと別れが、まさにそうだったんですよね。命のバトンって、命ってやっぱり誰かの心で生き続けるんだな、ね、命ってその姿形がなくなったからなくなるもんじゃないんだなっていうのがすごく分かったです、それはその身近な人にの死についても同じだと思うんですよね、いつか親と先に、ね、親が先に旅立っていく、自分の親しかった、ね、仲間や親友とお別れをしないといけない日がやってくる、ね、でもそんな日は必ずやってくる、でもその時にあれもやっときゃよかった、これもやっときゃよかったってね、振り返るような人生にはしたくないな、ね、あの時が最後の出会いやったけどあれでよかったなって思えるような、そんな生き方したいなって思う、一期一会ってやっぱりそういうことだと思うね、そうですよね、もう二度と会えないという、その覚悟で、もう全身全霊を尽くすっていうね、さあ日本人っていうのを感じます、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。